富樫が一番遠いところです。真ん中キーパー弾いてチャンスだ、シュート入った、富樫跳ね返りをヘッドで決めていきました。追いつきました。富樫も今日2点目。後半の33分です。あ、キーパーが弾いたボールがディフェンスが味方に当たって跳ね返ったところ、しかしここいいところにいました富樫です。追いつきました。